皆さんこんにちは。これまで4回にわたって邪馬台国への道を訪ねて、中国の洛陽から前回の東馬国あるいは妻国までやってまいりましたけれども、いよいよ最終段階で京都、次回は2月21日になりますけれども、邪馬台国のへの道ということで、その到達点のお話をしたいと思っております。で、今もご案内の通り、近畿説は最後に取っておきまして、今日は九州説を先にということでお話をさせていただきます。お手元のテキストの表紙のところにいつものように、目次が出ておりますけれども、まず最初に、初めにということで、和人伝に見える邪馬台国と、そのように書いておりますけれども、まずそれを読んでおきたいと思います。表紙をめくっていただきまして、1ページをご覧いただきたいと思います。上に原文があり、2段目に読み下し文がございますけれども、読み下し文に従ってまず読んでおきたいと思います。南山地あるいは山一国に至る女王の都するところなり、水耕等か立耕一月なり、官に行く目あり、次を見ましょうと言い、次を見まかしと言い、次を中戸という7万横ばかりあり、上国より異北はその個数通りを略裁しうべくも、その世の亡国は演説にしてつまびらかにすることを言うべからずと、こういう前段の邪馬台国に関する記載がわずか45文字を費やして記述しているわけですね。で、途中ちょっと他のことが書かれていて、次に、その国元また男子をもって王となす、とどまること70-80年、和国乱れ愛交伐すること年を経たり、すなわち一女子を協立して王となし、名付けて卑弥呼という軌道に使い、よく衆を惑わす年すでに長大なるも不正なし、断定ありて助けて国を治む王となりてより以来、見るあるもの少なし、はしため千人をもって自らはべらしめ、ただ男子一人ありて飲食を窮し、字を伝えて出入りす。いるところの宮室は廊間上策を厳かに設け、常に人あり、兵を辞して守衛す。以上ですね、99文字を費やして邪馬台国に関する記載を行っております。全部合わせてもわずか144文字なんですね。ちなみに前にお話ししました伊都国の場合は111文字を費やして記述しております。伊都国がいかに、当時の和国日本列島において重要な位置になったかということ、そのこと一つをとっても分かるかと思いますけれども、もちろん和人伝そのものは2000字足らず、1990前後でしたでしょうか、2000字足らずということですけれども、それには 和国つまり日本列島のこと全体の記述も随分あるわけですね。したがって邪馬台国だけに関する記述というのは今読んだわずか144文字を費やしている過ぎないということになります。少し、
その内容についてコメントしておきますと、南山一あるいは山一国に至ると。南というのは前回お話した東幕国あるいは妻国から南にということですね、言うまでもなく。で次に山一あるいは山一国に至ると。これについては定説的な位置にあるのが山大国ですね。今ホワイトボードに書きましたように、この大ではないかというのが定説化してるんですけれども、最近になって大ではなくて数字の1の1だという、それをイと呼んだり1と呼んだりするわけですけれども、まあ、そういう説が出てきて現在、まあ、両説あるということですね。でただ、現在の義士は義士三国志というのは宋代中国の5世紀の南宋の時代の版本なんですね。で日本では宮内庁にそれがございますけれども、それにはこの確かにこの一という字が書かれてるんですね。しかし、それは当時3世紀の段階では一ではなくて体ではなかったかと今ここに書いてあるんですね。まあ、そういう説が早くからあって、まあ、定説化、まあ、してるわけですね。まあ、そういうことで、まあ、タイがおそらく正しいんじゃないかというのは、一方では大和という大和国、まあ、その関係でですね、大和に近いという字でタイではないかという、まあ、そういうことが、まあ、江戸時代以来言われてきたわけですね。まあ、そういう問題があるということです。で女王の都するところなりと、水耕島か立候一月なりと、その邪馬台国に女王、が後で出てくる卑弥呼という女王が都を置いているところであると。で水耕立候というのはいつもこの前も言いましたように、水耕というのは沿岸航路のことを、示していると。それに対して立候は陸路だということですね。で水耕が沿岸航路であれば、一方で渡海という海を渡るという表現があるということも申しましたけれども、クヤカン国から初めて一海を渡ると、そういう意を決してですね大海を渡るという、まあ、そういう時に、都会という言葉を使っているようですけれども、沿岸航路、これが一番安全な航海法ですので、その場合は水航と。で一方で南西諸島のことを書いたところで、海航という海を行くという表現もございますけれども、まあ移動手段としては渡海と水航と海航というですね、島伝いに、飛び石伝いに行くのを海を行く海航というふうに使っているようですけれども、まあ、そういうことも前に言いましたのでおさらいのことになります。でそこには漢と漢の次に時間復漢にあたるのが見ましょうとか見まかしとか中とかですね、そういった支配階層役人の階層差があるということが伺えるということですね。で人口が7万余戸というのは、和人伝に出てくる国々の中で人口規模が最大ということになろうかと思います。まあ、今の水耕等価立候一月とか7万余戸とか、こう数値についてはですね、これは直ちにはそのまま信用できないという点はいろんなところで伺える点ですね。で女王国より異国は、この方向についても私の立場から言うと次回お話しますけれども、あまり信用できないという、
正しいのもあれば間違っているのがあるということですね。でその上句より異北についてはそこまでこの辿ってきたわけですから個数通りを逆算できると、個数や通りについて簡略に締めくくることはできるけれどもその他の国々についてはですね、演説遠く離れていてですね、詳しくは書くことができないと、まあ、そういうことが書かれているわけですね。で途中に、は日本列島のことの記載があってその後でですね、丸21のところから次のような文章が記されている。でここで、元ですね男性が王となっていたと。しかし70〜80年、その王としていた時に和国が乱れてですねお互いに、戦い攻伐することが何年も続いたと。でそこで一女子を共に立ててですね協力して王と成してその女王を卑弥呼と言うと、まあ、こういうことが書かれておりまして邪馬台国のには卑弥呼という女王がいてその女王の都が邪馬台国に置かれていたということにこれまでのそこまでの記述から伺いすることができます。で卑弥呼については次の段落ですけれども軌道に使いよく衆を惑わすとそういうおそらくシャーマニズムだと考えられますけれども一般の人間ではないですねそういうことができる人物だったということが伺えますね。で年齢がですね非常に年を取っていてとこれは70歳ぐらいじゃないかという説が有力ですけれどもそしてまた夫を持っていない結婚していない未婚であるということですね。で弟がいてですねその男丁が卑弥呼の仕事を助けていた補佐していたと。で卑弥呼が女王となってからですね卑弥呼に会ったものは少ないと。で卑弥呼の周りには橋ため千人女性の女が千人が周りに使えていたと。でただ男性一人いてですね、食事の世話をしたりあるいはその一般というかその王宮外の人たちとの間を仲を取り持つような役割を果たしていたと。でおるところの宮室卑弥呼がいる王宮というのはですね老館上策を厳かに設けと書いてますね。老館というのは櫓館ということですね。おそらく、まあ、立派な建物一般住民の、まあ、建て穴住居のような簡単なものじゃなくて、王宮にふさわしい、老館と示された立派な建物に、居住していたということですね。で上策というのはですねこれは吉野ヶ里遺跡の発見の際に話題になりそれから定説化しておりますけれども上というのは土からなるとこういう感じですね。ですから土塁だということですね。溝を掘ってその土を盛り上げて土塁を築くと。で土塁の上にですね木柵をずっと打ち込んでいたんではないかという、まあ、そういう土塁を盛り上げるときに出た
土っていうのは土塁になるわけですけれども、それに終わらずにその上に柵が設けられていたということですね。でこの点についてはもう土塁そのものもほとんどもう削られて堀の中に埋め込まれておりますので、木柵があったかどうかということは実は証拠は全くございませんけれども、その土塁の築造、そしてまた和人伝の上柵という言葉からおそらく木柵が埋め込まれていたんではないかというので、現在吉野ヶ里遺跡に見るように再現されているわけですね。で常に人があってですね、兵を辞して守衛していると。兵というのは武器ということですね。だから王宮の入り口のところに、はいつも人がいてですね、武器を持って守っていると、まあ、そういうことがまあ書かれているというわけですね。でこのようにわずか144文字ですけれども、邪馬台国あるいは卑弥呼に関しては、まあ、この程度の記載しかない、まあ、それ以外というと日本列島はあるいは和人あるいは和国のことが、大半を占めているということになろうかと思います。そこでこの今読んだ邪馬台国に関する記載を念頭に置きながら、その邪馬台国がどこにあったのかというところで話を進めてまいりますと、もう言うまでもなくよくご承知の通り九州説と近畿説があるということですね。大きくはですね。で、今日はそのうちと九州説のお話ということになります。でその点に関してですね、その点に関して2ページをまず見ていただきたいと思います。2ページの上にあなたが決める邪馬台国集計結果ということで、地図に邪馬台国の候補地がですね、示されておりますけれども、これは今から15年前になりますけれども、平成19年にですね、当時の麻生渉知事がですね、邪馬台国九州説をちょっと盛り上げようという思いからですね、平成19年から3年間にわたって福岡歴史ロマン事業というのをかなり大型の予算を組んで展開されました。で3年目の3回シンポジウムが行われて、その3年目のあたる年に、それまでのシンポジウムを踏まえてですね、全国1000人の方々を対象にあなたは邪馬台国をどこに考えますかっていうアンケートを取ったんですね。その結果が2ページに出ている、丸で囲んだ中に数値が出てますけれども、例えば一番上のところに博多湾沿岸だと思う人が102人おられたということですね。逆に一番下の霧島市付近だと周辺だという人が6人おられたという、まあ、そういう数の多少、投票された数の多少にばらつきはありますけれども、こういうまあ結果が出たということですね。これはただ結論だけを聞いたわけで、その論拠とかそういうことは問うておりませんけれども、でそれによりますとですね、それによりますとこれご覧いただきまして、一番数が多いのはですね、天城朝倉に131票入ってるんですね。で2番目に多いのが102票の今申した筑前博多湾沿岸、博多湾沿岸説、これに102人の方が投票されてるんですね。
で、第3位はですね、肥前の吉野ヶ里説でございますけれども、86票、その他筑後の三説、同じ筑後の大和説などなどですね、まあ、こういう、まあ、結果が出て、これはあくまでも科学的な根拠が、学術的な根拠があるわけじゃありませんけれども、まあ、一つの、まあ、参考になる九州説の場合にどこかということを問うときに参考になるアンケート結果ではないかと思います。で、これを私なりに分析いたしますと、一番投票のたくさん入った天城朝倉については、これは安本美典吉典先生のお説ですね。それから第2位の博多湾岸沿岸説というのは古田武彦先生のお説ですね。ですから声の大きいですね先生のところに、票が非常に集中的にたくさん入っているということになろうかと思います。吉野ヶ里については九州説の代表的な先生であられた奥野正夫先生がその筆頭ですけれども、実際に調査をされた七田忠明さんもそうですね。この奥野先生といい、七田さんといいですね、非常におとなしいというか静かな方ですので、まあ、声の大きい元気のいい先生のお説のところに票がたくさん入ったと。で、非常に控えめなおとなしい方のところには票があまり入らなかったという、そういうことを示しているんではないかと私なりに見ておりますけれども、でこれはあくまでも3年間の邪馬台国関係の発信事業の結果を受けての、まあ、人気投票のような、側面が強いんですけれども、まあ、一つの、まあ、データであるということは言えようかと思います。それで、まあ、それも踏まえてですね、これまで江戸時代以来いろんな専門家が、研究者が考えてきた説がございますけれども、それが2番目のですね、邪馬台国九州説の諸説とこう書きました。いろんな九州説にもいろんな否定値があるということですね。で、まず1番に筑後の大和説、これについては3番目のところで筑後大和説についてということを少し詳しくお話しいたしますので、後回しにしまして、2番目のですね、筑後天城と書きました。これ間違えて筑前の天城ですね。天城朝倉は筑前です。これは和名類聚抄平安時代の記録に、筑前に入っているわけですけれども、それが今現在も筑前になりますね。そこの天城、あるいは朝倉説、天城朝倉説、先ほどの安本美典先生のお説の場所ですね。で、これにつきましては15、16ページをご覧いただきたいと思います。15、16ページをご覧いただきたいと思います。で、まず15ページのところにですね、発掘された遺構の平面図が出ておりますけれども、これはもう30年前になりますけれども、ここの平塚川沿い遺跡が発掘された、まあ、その結果が15ページの上の平面図ということになります。これは大型の工業団地ができるというので、その予定地を全面的に発掘調査したんですね。そうしますと予想に反して、予想以上にですね、まあ、この辺り
天井朝倉は遺跡の多いところですので、まあ、それなりの遺跡はあるとは予想はできたんですけれども、発掘調査をすると予定地、工事の予定地全面にですね、濃密に遺跡が分布しているということが明らかになりました。その結果がですね、2ページ、15ページの上の平面図ですね、平塚川沿い遺跡全体移行配置図となってますけれども、それで輪郭を示したところが保存された部分で、全体が11ヘクタールという広大な面積にわたっております。でこれは16ページのところに、私西日本新聞の文化欄に寄稿したんですけれども、当時市民の間でこれだけのものが出てきたんだから、邪馬台国天城朝倉説のとも関係のある遺跡じゃないかということで保存運動が起こりまして、で私もその立場で、その学的な意味を、新聞にの寄せたわけですけれども、で、まず15ページの上の遺構の検出状況から見ておきますと、この遺跡の特徴の一つはですね、平野部の低地にあるということなんですね。吉野ヶ里遺跡など、あるいは壱岐の春の津遺跡もそうですけれども、丘陵というか丘の上にですね立地しているのがよく知られておりますけれども、平地部にあるところはその後の開発とか住宅が密集したりしてですね、まあ、調査できないという面もあったんですけれども、ここの場合は水田でありましたので、全面的に発掘するとそこに全面に遺構が検出されたという、まあ、そういう結果が出てきたわけですね。そういう平野部の低地のですね、遺跡立地が一つの特徴ですね。でもう一つはこの図でも分かりのようにですね、多重環合、環合集落という集落形態が弥生時代の一つの特色ですけれども、普通は板付け遺跡ご覧になっても一重一重の堀が巡っているんですけれども、ここの場合はですね三重に巡った上にですね、部分的には40、50、60まで確認されているんですけれども、70、70ぐらいあるんじゃないかと言われているんですね。全体が70じゃなくて全体を取り囲むのは30ですけれども、部分的にですねさらに幾重にも堀が巡っているということですね。例えばその図面で、左上の隅のコーナーのところにですね、別区4とこう書いてますね。でそういう三重環壕の外側にですね、別区という突出部が何箇所かあるんですね。でその突出部がどういう場所なのかということについては、一つの解釈としてはですね、手工業生産のそういう作業場のような空間ではないかということが考えられまして、でここの別区4というところではですね、壁翼製の管玉装身具のその未製品が見つかってるんですね。ということはここで、玉の装身具を作る、そういうその手工業製作の空間ではなかったかと。でそういう人たちが、まあ、住む住居はもちろん同じ場所にあるわけですけれど、これと類したのは奈良盆地の唐子鍵遺跡にもやっぱり別区があってですね、そこでは木製農具なんかの未製品なんかが出てきますので、木製農具の生産工房があったんではないかという、まあ、そういうことが言われてますけれども、
三重看護で囲まれた内部が、集落居住空間でですね、でその外側に何箇所か別区があって、宿業製品を製作するそういう機能を分担していたのではないかということが考えられるということなんですね。それで、三重環壕で囲まれたその内部に縦な住居が多数出てまいりまして、多数出てまいりまして、まあ、あの建て替えなどで重なっておりますから、同時的に何件あったかということをちょっとそこまで私あの調べてないんですけれども、重なったものも含めると、全体で100件以上建て替え住居が見つかってますね。まあ、おそらく 20、30件は同時存在したんではないかと思われますけれども、で時代的には江戸時代の終末の頃、まさに邪馬台国の時代の集落ということになります。でこの中で、一般の居住の縦な住居は、平面が方形のですね、弥生時代後期の一般的な形態ですけれども、それに加えてですね、顕著なものが2つありまして、1つはですね、三重環壕の中の左上の隅のあたりになるんですけれども、201号建物と書いてあるの小さな字ですけどお分かりでしょうか。201号建物ですね。これが掘っ立て柱建物の、まあ、大型の掘っ立て柱建物なんですね。でその右下、三重環壕のほぼ中間にですね、大型の掘っ立て柱建物が4棟発見されてるんですね。それでそういう所見に基づいて当時の姿がこうではなかったかというのが、15ページの下の絵になるんですけどね。でこれ見るとほぼ環壕集落の真ん中に高床の4棟の建物が描かれておりますけれども、これは実際にですね、その後の調査で、分かったことは4棟は同時に存在しないということが分かりまして、4棟を建てると屋根が重なってしまうんですね。ですから2棟が一定の空間を置いて並んでいた、それが1回建て替えられた結果また2棟建て替えられ加えられて、結果的には4棟分の柱穴が見つかった、同時的には2棟が2回建て直されたということになるわけですけどね。でこういう集落のほぼ中央に位置しておりますので、集落全体の高床の倉庫ではないかという、そういう解釈で現在実物大で再現されております。で今の4棟の下の図の方が分かりやすいですね。4棟の大型掘っ立て柱建物の左上の方の環壕に近いところにですね、ひときわ大きい建物がポツンとこうありますね。これも掘っ立て柱建物なので床の高い壮大な建物ですけれども、これなどは一般の住民の住宅は住居は縦な住居ですけれども、これは床の高いですね掘っ立て柱建物ですので、特別の人の居館ではないかと、まあ、仮にここに国があったとしたらその王の居館にあたるような、まあ、そういう人物の隔絶した人物の居住建物ではないかと、そういうことも考えられるというわけですね。
で、このようにして、弥生時代、終末期の頃に天城朝倉地方で最大規模の集落が見つかった。これもいつもお話しておりますけれども、魏志倭人伝の冒頭に倭人は、三島によりて国有をなすという言葉があってですね、国有というのは国の都という意味だということをいつも申しておりますけれども、まあ、そういう意味ではここに国を想定した場合に、その国有都のような突出した規模の集落ではないかと、そういうことも考えられるということですね。で、その点に関して16ページに先ほどご紹介した新聞記事を載せておきましたけれども、ちょっと小さな字で分かりにくいんですけれども、真ん中に見出しがあってですね、国の形成発展を示す、その国がやがては大和政権支配下に入っていくという、まあ、その辺のことをこの地域の遺跡の状況から私なりに試験を述べたところですけどね。で、これをご覧いただくとですね、2段目の一番後ろの方のところに、まずつい最近になって調査された平塚栗山遺跡、ここからは亀干部が、大型の亀干部が16基見つかっているんですけれども、おそらく当初は東西11メーター南北15メーターほどの墳丘部ではなかったかと。吉野ヶ里遺跡に墳丘部があって、大型亀干がいくつも埋葬されておりますけれども、あれを連想する、あれほど規模は大きくありませんけれども、あれと共通した面を示す墳丘墓で、そこに16の亀棺が埋まっていた。特にその真ん中にですね、ひときわ大きい、墓穴を掘ってそこに亀棺が埋められていてですね、この亀棺が中期の前半の頃ですので、その頃にこの地域に大中小さまざまな村々が集まって農業共同体ができて、そうなるとそこに首長が登場いたしますけれども、そういう階層の人の墳墓である可能性があると、そういう形でですね、そういう様子がこの地域で見られるということですね。それで、さらに興味深いのは、その次の段落のところに漢帝国と外交関係とこう書きましたけれども、この平塚栗山遺跡の別のところでですね、地点で、近くの地点でですね、中国の前漢の銅鏡が出てるんですね。で、前漢の銅鏡といえば、伊都国に三雲南障子という墳丘墓があって前漢鏡が出てますし、那国の須久岡本でも同様に亀漢から前漢鏡が出てますけれども、そういう墓地がですね、その近くに、次の時代に築かれているんじゃないかと。須久岡本にしろ三雲南障子にしろ、弥生時代中期後半の頃の出来事ということになります。そういうことで、この地域でも弥生時代中期後半の頃には前漢鏡を副葬するような亀干部が営まれて、その亀干部というのは農業共同体の首長がここに発展して国になりですね、その国の王に相当するような、そういう人物の墓地ではなかったかと。そのようにして農業共同体から国、農業共同体首長から王、そういう国の形成発展の様子がたどれるんではないかというわけですけれども、
で、その後の弥生時代後期の前半のから中頃にかけては、今のところ断片的な資料はありますけれども、まとまった遺跡や遺物は見つかっていないということで、今後のまだ課題として残っておりますけれども、弥生時代の終わりの頃にあたるのが今までご紹介した平塚川沿い遺跡ということになるわけですね。で、平塚川沿い遺跡にこれだけの大規模な集落があるということは、おそらく先ほども言いましたように、ここに国がさらに発展して、その中心集落、拠点集落、都のような、そういう集落として位置づけられはしないかということなんですね。で、その後どうなったかというと、古墳時代ということになるわけですけれども、これは古墳時代になると前方後円墳が築かれる。で、その副葬品の中に三角形神獣鏡というですね、まあ、卑弥呼がもらった鏡の可能性も高い、まあ、そういうものが収まっていることがあるわけですけれども、ここの天城朝倉ではですね、この平塚川沿い遺跡のそばに平塚山の上遺跡というのがあってですね、これが平塚川沿いが少し150メーターほど北東の方向に移るんですね。で、その頃の墓地としてですね、その頃の墓地として古墳時代の初期になりますけれども、平塚大願寺という、そのページの一番左上のところに小さな地図がありますけれども、平塚川沿い遺跡が平塚山の上遺跡に集落が移りですね、その頃の古墳時代初期の方形周公墓がですね、前方後円墳ではなくて方形周公墓が平塚大願寺遺跡で見つかっていて、そこに三角形神獣鏡が副葬されていたんですね。まあ、初期の前方後円墳なら、さらに分かりやすいんですけれども、残念ながら、そうではなくて方形周公墓ですけれども、しかし鏡は卑弥呼の鏡といわれる三角縁神獣鏡だということですね。まあ、そのようにしてここに弥生時代に形成された国がですね、古墳時代大和王権の時代になって三角縁神獣鏡を下賜され、方形周公墓を営んだと。まあ、前方後円墳でないというところが国力の違いだと思うんですけれども、そういうその歴史過程がですね、国の形成発展の様子がたどれるということで、ここに、この地域にですね、一国を想定することが可能ではないかと、そのように、考えるところです。まあ、そういうわけで九州説の中でもですね、天城朝倉説というのは、まあ、有力な学説であると言えようかと思います。目次に書いていただきまして、3番目のところに筑後、同じ筑後平野ですけれども、行政上は筑後の国の久留米あるいは八女、そのあたりも一方では説として知られているわけですね。で、久留米についてはですね、12ページをちょっとページが飛びますけれども、ご覧いただきたいと思います。12ページをご覧いただきますと、上に祇園山古墳全体図というのはありますね、っていうのがございますけれども、でそこから出てきた鏡がその下に出ております。で、まずですね、11ページのところに、横にして見ていただくと筑紫平野の出現期古墳とこう書いてますね。
筑紫平野の初期の、古墳の分布図ですけれども、そのほぼ真ん中にですね、箕面山脈の西端の丘陵突端にですね、8番というのがありますけれども、これが久留米市の祇園山古墳なんですね。でその全体の平面図が12ページの上に出ております。一見してお分かりのように、丘陵突端部に二段築成の宝墳が営まれていて、その真ん中に大型の石棺が埋葬されておりました。でその石棺から出たとおぼしき、鏡がですね、12ページの右下の高羅大社像三角形新入鏡直径 22.1 センチとこう書いてますけれども、この拓本にあるような鏡が、この祇園山古墳では古墳から出たのではないかと考えられます。でこれは高羅記というですね、高羅大社 の記録があって、それに祇園山古墳から出たとそういう伝えがあるんですね。でこの鏡は天皇日月という名文の刻まれた白斎鏡でですね、いわゆる三窟神獣鏡ですね。これは高羅大社に行かれますと、お前になりますと本殿のすぐ左手にですね、宝物館があるんです。小さな宝物館ですけどね、そこにこれ展示されておりますので、いつでも見ることができますけれど、で、前方後円墳ではなくて宝墳ですけれども、東西が 23.7 メーター、南北が 22.9 メーターというですね、宝墳としては そこそこ の規模ですけれど、その中央に埋葬された石棺が非常に大型であるという点が特色ですね。でもう一つ大きな特徴はですね、その裾部の周りに、多数のですね埋葬施設がございまして、例えば全部でですね、石蓋土工房、長方形の穴を掘ってそこに埋葬して、蓋だけ石をする、石で蓋するという石外土工房、石蓋土工房と言っています。それが32ですね、全部で。それから普通の箱型の箱式の石棺房が7つ、から縦なし石室も小型ですけれども13、さらに亀棺房がですね3基、合わせて62の、まあ、62人といった方がいいかもしれませんけれども、埋葬施設がその裾部に、築かれていた。おそらく中央に眠る主人公の身近に、仕えた、血縁あるいは社会的なつながりのあるですね、そういう身近な人たちの埋葬ではないかと思われます。でその上の図面のですね、左上のコーナーのところ、小さな字ですけれども、K1 とこう書いてあるのお分かりでしょうか。これは K というのは紙缶の蚊を K に表しているわけ、 K1。 ここからはですね、左下にある鏡の破片が複装されていたんですね。でこれも舶来品で五冠の柱体鏡ですけれども、半円方形体鏡とこう書いてますけども、そういう破片が出てるんですね。それ以外にも勾玉、翡翠の管玉、あごめんなさい、翡翠の勾玉に壁獄の出雲石の管玉、それから刀子、鉄の刀子ですね、こういった副葬品が収まっておりました。古墳の裾の一角でですね、出た
亀冠に鏡の破片とはいえ装身具とともに服装されていたということですね。ですからここに眠る人物はそれ相当のやはり地位にあった人ではないかと考えるのは自然だと思いますけれど、でこれは実は九州縦貫道の予定地で調査が行われまして、53年前の昭和44年のことですけど、これ実際に調査をされたのは前こちらにおられた石山功さんが中心になって発掘されたんですけどね。で私は九州縦貫道全体を統括してましたので、まあ、しょっちゅう行っていたんですけれど、でこれは本来はですね全部道路で崩される予定になってたんですね。それをこれらのものが出てきたものですから地元の方々のから保存運動が起こりですね、私も行政官として、体を張って住宅公団住宅道路公団と接触してですね、まあ、保存に持ち込んで現在幸いにして残っておりますけどね、まあ、そういうのがございまして、まあ、久留米に邪馬台国をと考える場合の首長部にあたるものはこういう行山古墳のようなものではないかとそのように考えられます。それから屋根につきましてはですね、屋根につきましては屋根につきましてはそういう初期の首長墓と思われる墳墓はですね見つかっておりませんけれども、集落住居関係では、特筆すべきものが見つかっております。それは13ページをご覧いただきたいんですね。13ページをご覧いただきますと13ページをご覧いただきますと、まず上にですね先ほどの久留米の続きになりますけれども、13ページの上に一の上東屋敷遺跡の平面図というのが出てますね。でこれは久留米市の市街地に位置するんですけれども、その図の左のようにですね方形で囲まれ溝で囲まれたところがあって、北側に溝が途切れて出入り口になっている、そこを入って、東南の方向にですね、針が2軒桁行きが3軒の掘立て柱建物が建っていたということが判明いたしました。それを模式図で示したのが、上の右側の一の上東屋敷遺跡の遺構ということになりますね。で、そこに、建物掘立て柱建物、床柱もありますので高床式の建物だということが分かりますけれども、で北側に出入り口があって周りを溝で囲んでいるというですね、まあ、規模は一辺そこに下に20メーターのスケールがありますからそれほど大きくはありませんけれども、骨などはひょっとしたら首長の居館の可能性があるということなんですね。まあ、ここに邪馬台国を考えたときにその卑弥呼の墓とは住居とはそこまでは申しませんけれども、いずれにしましても私はこの地域に律令時代の三軍から水間軍にかけてのこの地域に一国を制定した場合にその首長の居館の可能性が候補としては考えられるということですね。で、ここに立って東の方を見ると箕面山脈が見えまして、その西端に先ほどの行山古墳があるわけですね。ですからひょっとしたら行山古墳の主はですねこの一の上東
遺跡に巨漢を構えていた首長の可能性があると。今はその建物が立て込んでいて見通しが効きませんけれども、当時としてはですね、行山古墳とこの一之上が相互にこの見渡せた、そういう位置関係にございますので、行山古墳とともにこの建物跡は統一的に解釈する必要があるのではないかと、そのように見ております。それで屋根についてはですね、屋根については13ページの下と14ページに出ておりますけれども、ここでは今のところ、邪馬台国の次の時代、つまり古墳時代の初期のですね、墳墓は今のところまだ見つかっておりません。しかしそれを支えた集落に関しては、可能性のある遺跡がですね、調査されているということなんですね。でその13ページの下の左のところに八女市室岡丘陵の遺跡群とこう書いてますね。そこに番号を打ってますように、ここは九州縦貫道のインターチェンジの八女インターチェンジのあるあたり、丘陵地ですけれども、遺跡は濃密に分布しております。でそこから少しこの地図からは外れる東の方なんですけれども、14ページにあるですね、上に下にある西山の上遺跡ですね、そこに立穴住居などが随分と濃密に発掘によって出てきておりますね。それで今申した室岡の場合には、大規模な集落で環壕を伴っている遺跡群が見つかっているということが、紹介されてますね。周辺の集落とは隔絶した大規模な環壕集落の室岡遺跡群があるという、これなどは、ひょっとしたらこの辺りに一国を想定したときに中心的な拠点集落になっていくのではないかということで、今後の課題として新たな資料の追加等を待って検討する必要が残っております。まあ、以上が久留米八女説を考えた場合に、その参考検討材料になるのが今ご紹介した墳墓であったり集落遺跡ということになります。でまた都市に帰っていただきまして、ここには出ていないんですけれども、久留米八女という筑後の、お話をしたところで、同じ筑後でですね、この目次には上がっておりませんけれども、九州歴史資料館のある小郡市ですね、あの辺りもですね、まあ、要注意のところだということですね。邪馬台国をずばり小郡の辺りだという方もいらっしゃるぐらいですけれども、でその小郡に関してはですね、24ページをご覧いただきましょうか。一番最後のページ、24ページですね。24ページに、ご覧いただきますと、そこにあるのはですね、24ページの上に、横にして見ていただくと、右手になりますけれども、津古庄掛古墳全体図という平面地形図ですね。でこれを見るとその見出しの方向を横にして下の方になりますけれども、全体は円墳状をなしておりますけれども、下の方が突出しておりますね。まあ、これなどホタテ貝型前方後円墳という種類があるんですね。ホタテ貝のような形をした
平面鏡を成しているという、まあ、この壺の場合は、あの先端でこう広がっておりますから、まあ、ホタテ貝そのものではないんですけど、ホタテ貝にホタテ貝式の前方後円に、まあ、似ているということにしておきたいと思いますけれども、そういうものが、あの辺りもやはり住宅地開発で随分と開かれましたけれども、調査されているんですね。でこれもほぼ真ん中にですね、木簡を直装した、石室とかそういうのはなくてですね、木簡を直接地面に埋葬した、そういう埋葬施設が見つかっているんですけれども、そこからですね、その横にある左横にあるような鏡が出ておりまして、都庫正家古墳出土の宝閣菊長門鏡とこう書いてますね。これも舶来の中国の五官の頃の鏡だと思われますけれども、こういうのがですね、副葬されていたんですね。それから出てきた弾きなどから言いますと、まあ、古式に当たりまして古墳時代のごく初期の古墳だということなんですね。でこれも先ほど の祇園山、久留米の祇園山と同じようにですね、まあ、数は少ないですけれども、古墳の裾周りにですね、宝慶宗公墓が埋葬施設がいくつか、築かれていて共通点がございますけれども、これなどは、この地域の、まあ、首長墓にあたるのではないかと考えられます。で、23ページのところに紀元前後の北部九州の部族的国家群とこう書いてますけれども、まあ、紀元前後にあったということは3世紀の邪馬台国の時代と継承されていくと考えていただいて結構ですけれども、まあ、こういうような分布状況で国々があったという、これは寺澤薫先生の仮説ですけれども、それによるとですね、真ん中ちょっと右のところに縦長の楕円形状に三原とこう書いてますね。これはここにあるいろんな字はですね、地名は律令時代の軍の名称ですね。ここに三原軍がありました。でその東には、朝倉ですね。和名流獣書では上津朝倉、上座軍、下津倉、下津朝倉という2つに分かれてますけれども、朝倉軍、上座、下座、それを律令時代はそうですけれども、この朝倉は、まあ、明治以降の呼び方だと思いますけれども、その左西側に律令時代に三原郡と呼ばれた地域があってですね、これが現在の小郡市に大体重なる部分ですね。まあ、そういうところで私は今示したようなですね、古墳以前の邪馬台国の時代の弥生時代後期の集落なんかも随分と濃密に分布しておりますので、私はここに三原国という一国を想定してもいいんじゃないかということを大堀志士に書いたことがございますけれども、今もそのように考えております。先ほども言いましたように邪馬台国は大堀氏だという説もあるということですけれども、まあ検討を要する問題だと思います。それでまた表紙に書いていただきますと、4番目のところにですね、肥前の吉野ヶ里説と書いておきました。もう先ほどのアンケートでは3番目ですけれども、吉野ヶ里遺跡は邪馬台国との関係で九州説
にとって吉野ヶ里遺跡が登場したことによって九州鉄が非常に勢いづいたという側面がございますけれども、これをどう考えるかということを少しお話しておきたいと思います。吉野ヶ里遺跡につきましては18ページから、22ページにわたって資料が出ております。18ページから22ページですね。で、18ページをまず見ていただきますと、それよりも失礼しました、19ページをまず見ていただきましょうか。ここも大規模な工業団地が造成されるというので全面的に発掘調査が行われましたところ、予定地全面にですね、濃密に遺跡が分布しているということが判明いたしまして、保存運動も起こりましたけれども、県の当局の考え方として特に当時の勝木知事さんの英断によってですね、全面保存というちょっと普通では考えられない、非常に、いい結果として保存されまして、それを活用するというので、大規模な遺跡公園ができたことはご承知の通りでございます。まず19ページをご覧いただきますと、これが調査された全体図ですけれども、一部南の方はですね、JR とか一般の集落と重なっていて、調査ができなかったところもございますけれども、畑のところは、人家の住宅等のないところは工業団地予定地ということで全面的に発掘されたわけですね。で、全体がですね、極めて大規模なですね、集落遺跡であって、それがすっぽりそのまま出てきたというわけですね。それで、まず、まあ、もう皆さんいろいろとご承知だと思いますけれども、大きくは北内閣と南内閣というふうに分かれるんですけれども、南内閣にはさらに全体を先ほど言いました城柵で取り囲んでいる、その南側にさらにまたその内部が二重の環壕で囲まれた空間があって、ここに首長に相当する人物の居住区があってですね、その周りを取り囲んだ堀には出っ張りがあってですね、物見櫓が立っていて、警戒しているという、そういう非常に防御的な大規模環壕集落であるということが判明したわけですね。そして北内閣におきましては、やはり二重で囲まれた区画があってですね、これは先ほどの南内閣の場合は首長の居住空間であるのに対して、北内閣の内側の官房建物は祭祀関係の空間ではないかということで、そのように再現されておりますけれど、そしてさらにですね、一番北端には墳丘墓があって周溝を伴っているですね、そこに北墳丘墓とこう書いてますけれども、それから北があるということは南ということになるんですけれども、19ページの南の方の JR に近いところに南墳丘墓が想定されたんですけれども、
その後の調査でお墓ではないということが分かりまして、かといってこの墳丘のように人工の盛り土があったのでそう言ってたわけですけれども、埋葬施設が見つからないというところで、これは祭壇の跡ではないかと後には修正されました。だから上の北の方は北墳丘墓と言わずに多田の墳丘墓でいいということですけどもね。でこれも墳丘墓自体も溝で囲まれていて、内部に甕棺が多数ですね、埋葬されておりまして、おそらくこの拠点集落の、つまりはこの地域の最高首長に相当する人物の墓地ではないかと考えられるわけですけれども、そのように大規模な環濠集落、その内部の構造がですね、分かるような遺構がよく残っていたという点で非常に注目されるということになるわけですけどね。そういうことですけれども、20ページのところに、これは吉野ヶ里遺跡の展覧会が、行われたことがあってですね、その図録に寄せた私の記事ですけれども、後でお読みいただければありがたいんですけれど、22ページのところに、結論的なことを書いており、おきましたけれども、それで、魏志倭人伝の冒頭に、倭人は大砲盗難大海の中にあり、三島によりて国有をなすという言葉がございますけれども、国有というのは国の中心、国の拠点の集落だということをいつも申してきました。まさにそれにあたる大規模集落ではないかということですね。ということは、その大規模集落、拠点集落、国有に相当する集落を営んだ、そこのということは、そこに国があったということを想定できるということですね。で、何という国があったのかということまで突っ込んで申しますと、大体これもいつも言ってきたことですけれども、当時の国というのはですね、その後あがたと、福岡県の県という字を書いてあがたと、で王があがた主と呼ばれる、そういうふうに名称呼称が変わるわけですけれども、さらにそれはですね、奈良時代律令体制の時代になって、あがたが軍になると、高吏になると、でその長官は大領、軍事であり大領という名の首長に任命される、地方政権からですね、そういうふうに言ってきまして、これも毎回言ってきたことですけれども、律令制時代の軍、それが現在まで続いている、ここの場合はそれが今は福津市と宗像市に分かれてますけれど、宗像郡として明治29年まで律令時代以来、継続してきたわけですけれども、そういうことから言うと、この地域はですね、神崎郡という、先ほどの地図がありましたね、先ほどの どっかにありましたね、この辺りはですね、神崎郡からその東隣に峰郡という郡があったところなんですね。で、もともと神崎郡であって、郡の下に
峰郷というのがあったんですね。それが奈良時代の途中で独立してですね、峰郡になるわけですね。ですから律令時代のもともとの神崎郡、後に神崎峰に2つに分かれる、それぐらいの地域空間が一国の領土領域ではなかったかと。そういう意味では峰というですね、字はその起源はさらに遡って、古墳時代にですね、古墳時代に、峰のあがたというのが出てくるんですね。そのこともそこに書いてますけれど、峰のあがたというのは22ページの右側の欄のところに書いてますけれども、峰のあがたというのが出てくるんですね。これはこれは雄略天皇の10年のところですね。西暦466年のところに筑紫の峰のあがた主ニマロという、そういう表現が出てくるんですね。ですから、古墳時代には峰と呼ばれた、それから律令時代に峰郷として、神崎郡の一角を占めていた、それがさらに遡って峰という一文字で表現されるあがたの地域であった。そうすると邪馬台国の時代に何という国だったのかということになるんですけれども、それについてはそこに書いてますように江戸時代の荒井白石がですね、邪馬台国大和説でしたけれども、まあ、後に近畿説に変わりますけれども、荒井白石がここに美奈国という国をですね想定したんですね。これは峰と通じるという、まあ、語呂合わせのようなところがありますけれども、美奈国が最も蓋然性が高いという、私もまあその説を取りたいんですけどね。東京大学の古代史の教授であられた井上康定先生も美奈国説ですね。で、私は荒井白石、井上康定にあやかって私も美奈国説を、まあ、取っているんですけどね。まあ、そのように見ていきますと、邪馬台国九州説には諸説ございますけれども、それぞれの地域に、国があったという、まあ、そこまでは認めていいのではないかと。しかしそれが九州のそういう国々の中に邪馬台国があったのかとなると、まだまだ証拠不足であるというところで、ございますけれども、それに対して私は次回お話しするように、近畿庁の方がより、状況証拠が揃っているという、そういう立場でございますので、次回2月をご期待いただきたいと思っております。ちょうど2番まで、終わりましたので、ちょっとここで休憩を取らせていただいて、最後の筑後大和説についてですね、お話したいと思いますけれども、この大和説はですね、現在のあれですね、瀬高 の律令時代の大和郡がずっと続いてきたわけですけれども、今は美山市を中心とした瀬高の一帯ということになりますけれども、最近といっても去年の暮れに出た論文でですね、神宮工学館大学 の岡田昇先生が論文書かれて、それを送っていただいたんですけれども、この先生はですね、
この後お話しする大和群説を取っておられますね。で、一言で言いますと、崇神天皇の時代に大大和国家というですね、統一的な国家が大和にあって、でその傘下に日本列島各地に国々があってですね、その一つが邪馬台国であるという、邪馬台国は統一的な中央王権ではないという、そういう、まあ、基本的な考え方に立ってですね、その大大和国家を構成した国々の一つである邪馬台国は大和郡にあるという、まあ、そういうことを最近書かれてますけれども、まあ、その大和郡のお話をしたいと思います。それでは再開させていただきます。まず表紙をご覧いただきますと、3番目のところですけれども、筑後大和説についてということで、まず調査研究の歴史と書きましたけれども、この地域に対する研究はですね、先ほども出てきましたけれども、江戸時代中期200年ほど前に新井白石がですね、邪馬台国大和群説を唱えた、まあ、それに始まると言っても過言ではないと思います。まあ、根拠としては邪馬台、大和が邪馬台に通じるという、まあ、そういう点に縛られるわけですけれども、まあ、その後ですね、まあ、科学的というか学問的に調査の手が入るのは大正に入ってからのことですね。でその頃の学会も各分野、考古学、文献史学、古代史学、言語学、国語学等々ですね、いろんな分野の人がこの問題に当たられまして、その有力候補地として大和郡がですね、訴状に上ったということで、いずれも大和が邪馬台に通じるという、まあ、そういうことが根拠であったようです。で地元でもですね、早くから知られておりましたので、民間の愛好家がですね、この問題に取り組んでいかれて、邪馬台国研究会を作ってですね、仲間が集まって遺跡を歩いたり、あるいは実際にいろいろ交渉するという、そういうことが、ございましたけれども、その中で特筆されるのは、今日持ってくの忘れましたけれども、村山健二っていう方がいらっしゃって、この方は全く民間の研究者ですけれども、西鉄とかですね、福岡銀行に勤務されていたんですけれども、研究、その邪馬台国研究に没頭するためにですね、仕事を辞めてですね、井戸掘り屋さんに就職されるんですね。井戸掘り屋に仕事するとあちこち掘れるというわけですね。ボーリングを入れたりですね、そういうことまでやって、結果的には邪馬台国大和説を誰にも書けなかった邪馬台国という書物も残されて、その人生が非常にドラマチックなので、福岡の民放の、テレビで、主人公で放映されたこともございますけれども、そういう民間の研究者の役割が非常に大きいですね。それからもう一つの問題は、行けば分かりますけれども、その東の山一帯がみかん園に造成されてるんですね。でみかん園を造成するときに、古墳がかなり壊されたり荒らされたりしていたり、そこから人骨も時々出てくるもんですから、東京大学の近藤先生など人類学者が、古墳時代人骨の研究なんかもされたりということもございました。しかし本格的っていうか大規模なですね、
発掘調査は九州縦貫道の発掘調査に始まると言っても過言ではありません。で、これは50年前になりますけれども、昭和47年からこの地域の調査が始まるんです。で、それを担当したのが実は私なんですけれども、福岡県教育委員会で九州縦貫道予定地の発掘調査を統括する、そういう仕事に携わりまして、私自身もこの大和郡の高速道路の通過地点3カ所ですね、発掘調査をいたしました。その折にこの周辺の分布調査とか地形復元などをしたりもいたしまして、まず4ページをご覧いただきたいと思いますね。3ページ4ページを横にして見ていただきたいと思いますけれども、まず3ページをご覧いただきましょうかね。3ページの左上の九州北部から中部にかけての地図が出ていて、白地図が出ていて、そこに黒く長方形の印があるあたり、このあたりが大和郡の位置するところで、その拡大の地形図が3ページの全体ということになります。で、右手東側に山脈がございまして、そしてその西側一帯に平地が広がってますけれども、そこを北東から西南にかけて川が流れております。これが矢部川という川ですね。で、その地図の真ん中ちょっと左下のところに大和とこう書いてますけれども、大和郡の大和、この大和が邪馬台に通じるというところから大和郡が早くから注目され、現在にもまだその関心は変わっていないという、そういう地域ですね。で、まず私がやりましたのは、もちろん道路の建設予定地ですけれども、その周辺のですね、地形復元というか、当時邪馬台国の時代には当時どこにまで海が入っていたのかとか、そういった川がどこを流れていたのかとかですね、そういう地形復元から復元も同時にやったわけですけれども、それが4ページの地図ですね。大和郡と仙土基、これは旧石器と直してもらった方がいいと思いますけれども、大和郡と旧石器縄文時代遺跡分布図とこう書きましたけれども、地形をまず考えますと、現在の海岸線はですね、その左下のコーナーのところに平行線で埋めたところがございますけれども、これが現在です。現在の海岸線ですね。現在といっても、その右下に、横にして右下のところに大和郡峡域とこう書いたところの一番最初に、実線で昭和44年5月20日現在の海岸線ということですから、その後も若干干拓が進行しているかもしれませんので、現在、今日現在はどうなのかちょっと何とも言えませんけれども、それからその次のですね、海岸線にあたるのが、そこに破線で示しましたけれども、これがですね、慶長年間に築かれた本土井、これ慶長年間の本土井っていうのはですね、これは慶長5年1600年に田中義政がですね、愛知県の東部の三河の岡崎から筑後の国の国主として入っていきます。田中義政がやったのは、
治水事業をですね、本格的に展開するわけですけどね。でその一つが本土井を築いてですね、その内部を干拓するということですね。でその本土井のところどころに常夜灯を建てているわけですけれども、それは今も残っております、部分的にですね。だから常夜灯とか本土井の痕跡のあるところを結んでいくと、慶長年間に造成された、海岸線が分かるわけですね。だから田中義政の治水事業が非常に大きな役割を果たしているんですね。で全体を見るとですね、北東のところから矢部川が平野部に出てきますと、大雨が降るとですね、その西川一帯を洪水等で埋めるということが起こるわけですね。その流路がですね、たびたび変更してきたというのが、川の痕跡があちこちに残っておりまして、でその辺は航空写真、地形図、地籍図、それから現地も調査してですね、ご覧のように復元したわけですけれども、大きくは旧河道と書いたのが3つございますけれども、でところどころ大きく迂回してですね、島状の地形ができたりしておりますけれども、今でもこの下流域に行くと島という地名がついた土地が何か所かありますけれども、それは当時の蛇行した河川の痕跡ということになります。その破線の対が左線ですけれども、これはその右下のあれを見ていただくと、上理性以降とこう書いてますね。奈良時代に判田収支法で、土地を与える、そのために土地区画整理をやるわけですね。それが上理性ということになるわけですけれども、上理性の施工がですね、その破線の範囲ところまでずっと行われたという、その痕跡が残っております。ですから奈良時代にはここまで海岸線があったということが伺えるということですね。その内側が水田ということで、上理性が施工されて、それが区分田として与えられるということになるわけですけれども、したがってそのさらにそれ以前がどうであったかということは残念ながら、分かりませんけれども、奈良時代の海岸線までは分かりますので、それから内側がですね、邪馬台国時代の海岸線がどこかにあったということになろうかと思いますけれども、要するに現在の海岸線で、ものを考えてはいけないということ、それは間違いなく言えようかと思います。でこの地域の歴史は非常に古くて、 2,3 万年前の旧石器時代に遡りますけれども、それがそこの三角の印をした、清水山というところのふもとに小谷どちらかちょっと覚えておりませんけれども、ここからさらにその北の方にも出ていたりですね、あるいはもっと古いんじゃないかと思われるハンドアックスというか、そういう古いタイプの石器も採集されたりしておりまして、先ほどの村山さんから九州歴史資料館に寄贈されて、九州歴史資料館でここの出土品は所蔵されております。それで、そのようにですね、この地域の歴史は旧石器時代に遡り、そこから平野部に若干進出したところに縄文時代の方眼層があって、集落が西へと広がっていってるんじゃないかということが伺えるということですね。それからさらにですね、その次のあれは5ページですね。5ページをご覧いただくと、やはり横にして見ていただきたいんですけれども、弥生時代後期遺跡
あれは全般期古墳分布図とこう書いてますけれども、弥生時代の中期も実は、随分と遺跡が濃密に分布しておりますけれども、その地図はちょっと省略しておりますけれども、中期を経てですね、後期になるとご覧のように15ページのように、遺跡分布が濃密に分布しておりまして、当時の海岸線がどこであったか分かりませんけれども、海岸沿岸部に近いところまで、分布が広がってきているということがお分かりいただけると思います。で、その中の一つ二つを例にとって、ご紹介しますと、まずですね、6ページですね、6ページをご覧いただきたいと思うんです。6ページにですね、横にしていただくと右になりますけれども、鉾田遺跡亀陥墓とその副葬品というふうに、書いた図面がありますけれども、この鉾田というところは先ほどの5ページの地図の、ほぼ真ん中に大和郡とこう書いてますけれども、その右上のところ車塚という前方古墳がありますけれども、そのちょうど真ん中あたりの位置する黒丸印が鉾田遺跡ですけれども、ここから亀陥墓が調査されているんですけれど、その分布状況が6ページの横にして右側にあたる部分の亀陥墓とその副葬品ということになるわけですね。でこれを見るとですね、これ実は九州大学の考古学の初代の鏡山武先生が調査されているんですけれど、言い忘れましたけれども、この地域ですね、屋根瓦の工場が何軒かありまして、その原料の粘土を採掘するためにあちこちで地下を掘り下げるわけですね。その都度異物が出てきて、土器が一番多いんですけど、そういうことがございまして、それに目をつけられた川山先生がその折々に調査をされて、その一つがこの遺跡なんですけども、それ以外にも古代律令時代とか、あるいは鎌倉の頃とかですね、あるいは平安時代とか荘園集落とかですね、歴史時代の集落遺跡なんかも調査されて、その辺の数少ない成果が残されております。それはそれとして、6ページの亀陥の分布状況を見ますとですね、このそこに、まず一番下のところに鉾田遺跡第3区とこう書いてますね。でその3区で7基の亀陥が、子ども用の小さな亀陥も含まれますけれども、でその上に北側にあるのが第2区亀陥墓、ここからは48基、亀陥が、成人用と子ども用と、まず言ってますけれども検出されているんですね。でさらにその上にですね、北の方位を示したところの上にあたる何も書いてないところに第一区があってですね、やはりここにも亀陥石棺部も含めて数十基あるということが確認されてますけれども、発掘はなされていないということですね。でそこにある第一区から今申した第3区までの区というのはですね、区というのは、住居が、数基からなる一つの集団というのが、そのように考えられはしないかと。で福岡平野ではそれが溝で囲まれていて、観光観号じゃなくて堀じゃなくて、
水で囲まれた観光集落というのがあるんですけれども、それに当たるんではないかと。その2区の中でもまた群に分かれておりまして、 A 群から B、C、E、D、E 群までありますけれども、このそれぞれの群というのが一軒の縦穴住居ですから、そういう縦穴住居がそれぞれ数人の家族構成ですので、それぞれに亀館の集団墓が見つかっていて、それらが一つのまとまりを成していると。でそれが福岡平野でいうところの観光住居にあたるんではないかということですね。でそういう観光住居にあたる集団がいくつか集まって一つの集落を構成していると、そういう集落構成を想定する場合の、墓地の状況から想定されたということがございます。でその中でこの同じ図で E 群ですね、あの右あの東側のちょっと北寄りのところですけども、ここではですね、細型道圏の切っ先からに近いところ、それから防水車、これは土製の防水車ですね、一番下は矢尻、石の矢尻ですね、これらが、まあ、年代的には矢尻は中期ですけれども、まあ、そういうようなものが、まあ、見つかっているんですね。こういう事例も明らかになってきております。それから同じ6ページの左の方はですね、下に象山出土の銅鉾とこう書いてますけれども、中広型の銅鉾ですね、弥生時代の、もう後期の中期の終わりから後期の頃に入るその頃の銅鉾ですね。これはもう市内の田熊石畑遺跡のように細型の銅鉾じゃありませんので、実用の武器というよりも武器の形を残した祭器ということに、祭祀用の儀式用の鉾ということになりますけれども、それがその上のですね写真の中腹付近から偶然畑を開いてて見つかったということがございまして、おそらくこの地域社会で地域を挙げての儀式ですね、例えば新しい都市が明けたとか、あるいは五穀豊穣を祈ってお祭りをするとか農業儀礼をするとかですね、そういう祭祀用の、まあ、言ってみればご神体のようなですね、そういうものを普段は山の中腹に埋めておいて、何かお祭りするときにそれを掘り出してお祭りする、まあ、そういうふうに、地域の祭祀道具として位置づけられていたんじゃないかと、そういうことが考えられます。ちなみにその写真ちょっと暗くて分かりにくいと思いますけれども、ほぼ写真の真ん中やや下寄りのところで偶然開墾中に見つかったというわけですね。それからその写真のですね、左寄りのところに黒い山 の黒く影の写った中に白っぽい空間がございますけれども、で右の方にもですね、線状にこの白いところがありますけれども、これが象山の神々石というですね、おそらく7世紀の朝鮮式三条に先立つ山城だと思いますけれども、象山の神々石がまさにここに位置しております。それから、まあ、そのようにしてですね、弥生時代を通して遺跡がこの地域一帯に今展開していくわけですけれども、そういう中で邪馬台国の時代にはどうであったかということになるんですけれども、まず吉野ヶ里遺跡のような、国有に相当するですね、国の都にあたるような中心集落にあたるような
大規模な集落は今のところ見つかっておりません。私がその発掘した先ほど の6ページのですね、図山のふもとを南北に20メーター幅で発掘しましたけれども、南北150メーターぐらいの範囲に、びっしりとですね、弥生時代後期の建穴住居が出てきまして、まあ、大規模な集落であることは分かるんですけれども、国の都に相当するような拠点集落かというとそこまではまだ言えない、まあ、その程度の規模の大きい集落は何か所かございますので、吉野ヶ里遺跡のように佐賀平野の拠点的な大規模集落というのはまだ未発見であるということですね。これはまあ未調査であると言った方が正確かもしれませんけれども、したがって邪馬台国に直接ですね関係する遺跡遺物は弥生時代に関してはですね、特に終末期に関しては分かっていないというのが実情であるということになります。その点でここに、国があったんではないかと、何という国であったかは言えないまでもですね、国があったんではないかということを考えるときに参考になるのがですね、その後ポスト邪馬台国の時期の問題ということになります。で、その点に関しては9ページ、10ページをご覧いただきたいと思います。で、私いつも言っておりますように、国があればですね、古墳時代になると初期の古墳が築かれて、それが阿方主という形で阿方という地域社会のトップにあたる人が阿方主だということを申してきましたけれども、そういう初期の古墳があるということがその直前にですね国があったという、何という国かわからないにしても想定する根拠になってくるのではないかと思うわけですけれども、その点に関しては10ページをご覧いただきたいんですけれども、ここにはですね、初期といえるか時代はちょっと新しい中期に入るかもしれませんけれども、車塚古墳というですね古墳がございます。車塚という名前からして前方後円墳であることはすぐ見当つくんですけれども、9ページの地図をご覧いただくと、そこに車塚古墳と書いてますけれども、右下の方が前方部にあたりまして、左上の方が後円部、前方部が発達しておりますのでもう中期に入っていると思いますけれども、こういうのがですねこの地域としては古い、先ほどの祇園山とか小郡の塩掛とかですね、そういう古い時期の古墳は今のところ見つかっていないということなんですね。先ほど清水山でみかん園の造成で随分古墳が調査されたと申しましたけれども、それは全部、全部と言っていいと思いますけれども、古墳時代後期の横穴式石室ですね、古い初期のですね、古墳がまだ見つかっていないということなんですね。それでも、それは見つかっていないということであってですね、この車族古墳が中期として、これはやはり、この地域の国のその後を考える時に参考になるのではないかというわけですね。で、資料の10ページのところに、上に車塚古墳の写真があり、今木が刈られて、古墳の形がよく分かりますけれども、かなり形は変形しております。周りに堀を巡らしていたということは確認されてますけどね。それで、そこからですね、その右下にあるように
伝車塚主導道教という車塚古墳から出ましたよという伝えのある鏡がですね、残念ながら実物は残っていないんですけれども拓本が残っているんですね。で、その右上のところに車塚新京都を書いてますけれども、江戸時代にこれは車塚から発見された鏡ですよというそういう拓本が残っておりまして、でそれは10ページの左下の数行の説明の中にですね、19世紀の前半、具体的な文政9年ですからもう江戸時代の終わりに近い頃ですね、西原一歩という人が短期満録という書物を作っておりまして、それにこの拓本が載っているんですね。短期満録っていうのはいろいろ骨董好きの人たちが自分が持っているものを持ち寄ってお互いに自慢しちゃってというのそういう、グループというか催しがあるわけですけれども、そういうのが開かれていて、その時の資料が、書物の形で残っているんですね。でその書物が現在、福岡県立ですけれども柳川古文書館にございまして、その短期満録はそこに残っております。でこのことと関係して興味深いことが日本書紀に出てまいります。それは日本書紀の神武皇后9年のところにですね、神武皇后が大和の阿方にいたり、先ほど来言っている峰の阿方とか古墳時代の地域単位ですね、大和の阿方にいたり土蜘蛛の田原津姫を殺したと、こういうことが出てくるんですね。土蜘蛛ということですから、まあ大和政権から言うと地方豪族ということになろうかと思いますけれど、で田原津姫とこう書いてますから女衆というか女性の首長だと思いますね。ですから、神武皇后が大和の阿方に来られて、そこの豪族である田原津姫という女性首長を殺したと、でこういう伝承があって、その際に兄さんのですね夏葉というのが、迎え撃とうとしたんですけれども、田原津姫の方が先に殺されてしまったので、菊池郡に同じ大和という字を書いた大和号というところがあるんですけれども、そこに逃れたという記事が出てくるんですね。で大和号というと菊池郡大和号というと邪馬台国九州説を取った時の国国の有力候補地ですね。そういうことが出てまいりまして、おそらく古墳時代の前期の終わりから中期の頃にこの地域社会が大和王権によって掌握服属したと、その際に前方後円が築かれ、おそらく三種の神器に相当するものを大和王権から貸しされたと、それをお墓に副葬したと、そういうストーリーを考えてみてはどうかというのが私の考えでございます。ですから邪馬台国のことを考えるときにその前後の時代ですね、特に邪馬台国は弥生時代の終わりの頃の話ですから、その直後の古墳時代初期の様子まで含めて、展望する、そういう研究方法が求められているのではないかと、そのように考えるところです。それからそれから
7ページ8ページを簡単に説明しておきますと、その地図のですね、8ページの地図の上の方にあたりますけれども、20番というのが今申した車塚古墳ですね。でそのすぐ左にですね、上下南北に線が走っておりますけれども、これが新幹線です。新幹線ですね。で、21番が車塚 で23番というのがありますけれども、これは下のキャプションに大和北池遺跡とこう書いてますね。でここが新幹線の路線時期に当たっておりましたので発掘調査されてるんですね。そうすると古墳時代後期のですね、建穴住居が出てきたんですね。でもちろん工事で壊されておりますけれど、でそのすぐですね右手のところに22番っていうのがありますけれども、下の22番見ていただくと堤古墳群と書いてますね。でこれは現地行くとちょっとした小高い、ところですけれども、集落が密集してますけれども、そのところどころに石材が組み合わされたものが一部残っているんですね。で松本清張さんは邪馬台国大和群説ですね、これは自分の説というよりも学者がそう言ってるという、そういう引用の仕方をなさってますけれども、ところが松本清張さんはここに行かれてですね、これは弥生時代のドルメンだということをおっしゃって、それが当時の浅井クラブに写真入りで紹介されてるんですけれども、実はそれはドルメンという弥生時代の遺構ではなくて古墳時代後期の横穴石室の残骸なんですね。集落はできるので古墳が壊されて、あまりに大きな石室の石材ですので壊せなくてそのまま残っている、それを弥生時代の史跡簿だと清張先生はおっしゃったんですね。だけどそれは6世紀後半頃の横穴石室の残骸だということですね。でそういう古墳を築いた人たちがすぐ西側の23番の大和北池遺跡ということになりまして、6世紀後半の集落と墳墓がもうすぐ隣り合ってるという状況も知られております。それからこの辺り邪馬台国の時代の集落があちこちであることは間違いないんですけれど、その一例が7ページにあるですね、鬼田遺跡というところの遺構の状況ですけれども、これ見ると弥生時代後期のですね、邪馬台国の時代の集落の建穴住居群、一部掘立柱建物もございますけれども、中には建穴住居の中にベッド状の高まりが周りに作られている、そういうのも含まれておりますけれど、そういうことでまだまだわからない点が多いんですけれども、邪馬台国時代の一国がこの地域に想定できることまでは言えるのではないかと。しかしそれがイコール邪馬台国だとは、今のところは言えないという、結論としてはそういうことになろうかと思います。でこれもいつも申していることですけれども、魏志倭人伝の冒頭に先ほど言いましたように、倭人は大砲東南大海の中にあり、三島によりて国有をなすと、元百余国、漢の時朝見するものあり、今四百通じるところ30国と、こういうことが倭人伝の冒頭に出てくるわけですね。で、歴史文献史学者も考古学者もですね、そのあたりのことに関して
漢の時代に、前漢の時代に100余りあった国々が30国に統合されたという、こういうことをおっしゃる先生方が、高名な文献史学者、工学者に結構いらっしゃるんですね。しかしそんなことはどこにも書いてないね。漢の時に100余国あったけれども、今邪馬台国の時代には史訳通ずるところ30国と書いてあるわけですね。だから いくつの国があったかっていうことはわからない、書いてないんですね。それをごっちゃにして、解釈されるんですけれども、その辺はいつも言ったり書いたりいたしますけれども、いまだにそうおっしゃる方がいらっしゃるんですけどね。そしたら邪馬台国の時代に日本列島に和にいくつ国があったのかということは実はわからない。しかし弥生時代中期後半の前漢にあたる頃に100余国あった。で奈良時代に律令体制になって軍が大体国に相当するということを申してきましたけれども、その軍が日本列島には600ほどあるんですね、奈良時代に。ですから邪馬台国の時代に、邪馬台国の前のその弥生時代中期の中国の漢の時代に100あったのが、魏の時代に、邪馬台国の時代にいくらあったかというと、私は100と600の間を取って2、300あったんじゃないかと、日本列島に、関東からですね、東北南部から南は鹿児島県までですね、2、300国があったんではないかということを、まあ、言うんですけどね。でその点に関して1、2ページ1ページと2ページをご覧いただきますと、2ページには先ほど申した九州全体で邪馬台国候補地として挙げられたのが、そこに29箇所だからそれ以上あるということですね。ところがその手前の1ページの下にあるのはですね、右に邪馬台国時代の北部九州の国々とこう書いてますね。邪馬台国の時代に北部九州、まあ、実際中九州も中部九州も入ってますけれども、国々がどこにいくつあったかということは分かる、そういう分布図ですね。でこれは、左端のところに石野博信先生の編集で邪馬台国とは何か云々のですね、書物がございますけれども、これは石野先生が編集された書物ですね。でこの分布図というのは実は佐賀の高島忠平先生の作成された分布図なんですね。ですから高島忠平先生は北部から中部にかけてこれ30箇所以上国々があったということになるわけですけどね。それで、先ほどの話はありませんけれども、邪馬台国吉野ヶ里説については奥野正雄、岸田忠明、このお二方が代表的な、先生ですけれども、高島先生は名言を残されていて、吉野ヶ里とおっしゃらなくて吉野ヶ里から見えるところというので久留米から八女のあたりだろうという、まあ、漠然とそう今もおっしゃってますけれども、その高島先生は北部九州から一部中部にかけてですね、30箇所余りの国々があったということを考えておられるんですね。でこんな調子でですね、吉備平野にもあるいは出雲にも、名古屋あたりにも仙台のあたりにも新潟あたりにもそういうところにもあるはずですので、それをずっと想定していくと私は2、300あったんではないかと。その中の30国が太平軍を通じて義と外交関係を持ったという、まあ、そういうふうに考えるべきじゃないかということを申しているわけですけどね。で先ほど冒頭に和国の乱の話が出てきましたけれども、
倭国の乱に関係しては防御集落、環壕で囲まれた防衛的な集落ということと、その近くに高い丘の上に小規模な数軒の建屋の住居からなる集落があると、これを皇室集落と言ってますけれども、これは周辺の国々の動向をこう見張ってるですね、隣国から攻めてきたらいち早く、両国内に通達しないと知らせないといけませんので、そういう皇室集落っていうのは、分布状況を見るとですね、日本列島の東北南部から信越、信越はもちろん越後の方までですね、広範に分布してるんですね。それが邪馬台国時代の世界ではないかと。その世界の中に2、300国があったんじゃないかと。そのどこかに邪馬台国があったというですね、そういう立場を私は取っておりますけれども、次回にその辺のお話をすることによって、今学期の予定を終わろうかと考えておりますけれど、というところで今日のお話は終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。